さあ、ダブルヒットです。これ間違いないでしょ。急に狩谷さん、めっちゃ笑顔になりました。前もその笑顔は見たことない。釣れたら、かかったら楽しい。やっぱイカなんすよ。イカか。それかさっき寝てた間に、あれでも食ってたはずなのに。正解はイカだったか。めっちゃにこやかになりました。それではね、それでは嬉しくなるよ。あとはこっからですよ。そうだね、途中でバラさない。途中で逃がしたらまずいわ。さっき僕バラしちゃったんで。慎重に慎重に。イカだけ加えてるだけとか。何もかかってるでしょ。大体のイカちっちゃい。濃いイカを濃いイカ短冊にしてる。濃いイカで実績が出ましたよ。今のところ袖イカ濃いイカ。いや、向かってこないよ、濃いイカなんて。高い高級イカなんて。まだやってないの、煽りです。また浮いてたら、取ってくるよ。なんかね、朝ちゃんと餌の確保から始まりました。ベタ底でする気味です。あとは魚種がどうなるかですね。可能性が高いのはモミジ、夢、ハロー。まあ夢はこの辺だとまだちょっとまだ低いかもしれない。夢ザメか平たい系かもしれない。なんか夢ザメぐらいの、あんまり大きくない。ついてはいるけど、普通に巻いてこれるからそんなにでかくない。普段めっちゃ長い。あと200ぐらいですか。200ないぐらい。緩めないように気をつけてください。うん。重量が増してきました。ミニザメ大きいでしょうか。元禄でしょうか。太郎でしょうか。さあ、何でしょう。3種類に間違いはなくなってきました。
銀ザメとかだと世界記録ですよ。このサイズ。銀ザメはまだ出してないんで、誰も電動でかかってる人が言いますけど。なるほど。あとはお祭りだったりとか。ああ、なるほどね。銀ザメか。重いな。2匹でありますね。1回目でこう待ってるうちに小型のがもしかしたら2匹。だから3匹にしたんだ。おお。うわ、バカだ、切んなよ。1匹か。神楽かもしんねえ。ミニ神楽です。おお。バラなんじゃねえの。一気に引かないっす。バーンっていう、まあ、サメの。この先は結構バラもボケてるからな。100メーター以内です。はい。上がってきます。前あとどれぐらいですか。300ぐらいかな。はい。よかった、かかる前に寝といて。体力、いや、多分寝てる間にもかかってたんですよ、あれも。いや、寝て体力を回復させた状態でファイトする。理想的だ。おぉ、首振る、めっちゃ。バラなんじゃない。ここに来てバラです。50ぐらい。あんまり竿先こっちに向けない方がいいかもしれないです。絡んじゃうと多分糸切れちゃうんで、そっちに。反対向けですか。しかもバラだったらやばいんで余計。勝てないしかし。おー強い。2人ともバラだ。いや、ちょっと一瞬今バラかなって思う感じがあって。すごい首振るんだけど。はい。ガンガン。これでミキーズとか切れたら、やばい。赤で、あ、見えてきた。黒か白ですか。白っぽいね。バラじゃないんだよ。サメだよ。サイズどうですか。さっきと一緒ぐらい。
もみじですか。うん、あ、違うな。もみじか。あ、でかいでかい。何メーターぐらいですか。100ぐらい。さあ、見てるね。さあ、眠りから覚めた帝王が上がってきます。あと100メーター。寝ることの重要性ですよ。体力を回復。ああいいね。リップファイトは気持ちよくできますね。確かに。すがすがしい顔してます。いや、非常に眠たかったもん。気がついたら横になってました。で、気がついたらかかってました。食べたいね。餌何かもしれない。18ぐらいにしてる。上に上がってくると暴れるんで、はい、してない僕が言うのもなんですけど、最後何色ですか。最後が紫で、次の紫ぐらい、はい、次の紫で、さあ、はい、やった渾身の一匹。いや、これ釣ったら帰れます。坊主で帰れない。確かに。バラムツじゃないことを祈るしかないですね。バラムツでもまあ嬉しいです。釣ったことないです。ああ。いや、こんな暴れっか。竿が柔らかいからかな。次は紫になりましたよ。ああ、結果はこの通過。あ、できたできた。サメだね。うん？さっきと一緒ぐらいじゃない？取っちゃえば。取ってやればいい。うん、腹ばいになってる。あ、でけえんじゃねえのこっちの方が。あ、白いけど、モミジか。モミジです。口の中、あ、何やった。
どこを通る？畑しかない。でかいじゃん、一番でかいじゃん、それでかいな。これは15キロ級じゃない、もっとあるか。いや15はないっすね。これでねえか、この前のがでかかった。うん、足噛まれないね。いや、なんとかモミで多いっすね。やりました、ありがとうございます。はい、おめでとうございます。これは100人前ぐらいあって。これピーで取れますよ。いいじゃん。ラストです。久々ですよ、沖縄の。いつもイラコとかやるな。はい、ということで戻ってきました。お疲れ様でした。はい、いや前半風やばかったね。やばかったね、もう帰りたかったもん。はい、帰りたかったさ、なんか頭から水かぶってたからね。その会やって前半はダメで、中盤ぐらいに僕が一匹モミジザメを釣って、僕その、まあ、最後に近いぐらいでまた追加して、海谷さんが、はい、釣りました。でかい。モミジザメ。モミジザメ釣りました。ね、10キロ、10にはないかもしれない。これでも10キロは超えてると思う。15キロぐらいあるんじゃない？
15、6キロぐらいじゃないかな。離れないよね。あれ、はい、ということで幸せなひとときを。で、谷口さんが俺のはあっちに入った。今日は僕は何にも釣れなかったです。ライトなんですかね。え？ライトなんですかね。どうなんだろうね。あれつけてから何にも釣れなくなったけど、ライトのせいにしちゃダメだよね。まあいろいろ試すっていう。そうですね。面白い。調査ですからね。はい。はい、ポイントも含めて。はい。ちなみにこれ餌はないんですか。これ餌。港にプカプカ浮いてたコウイカの切り身。もうその場で確保してやった。岸壁ところに落っこちてたの、あの、あの谷口さんが見つけてもらってタモで作ってもらってそれを餌にしてました。なんとか出た一匹やりました。まだ生きてるよ。ということでこれからちょっとさばいたりいろいろものをやっていきたいと思いますので、ですね、今日はこの辺で。はい、またモミザメ釣ったのかと思った方、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。喋ったということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。